なんか降ってる、ハロウィンギフトが降ってる。なんかこれ耳がさ、なんか重いのかわかんないけど、めっちゃカチューシャが不安定なの。勘弁してほしい。かわいい、やった、初見アスローさん。そういや、アイラインよね、これね、コウモリをねピョンってやったんだけど、なんか描いた後に、え、なんかめっちゃ微妙なんだけどって思って、でも落とす時間なかったから、泣く泣く配信をしているなんかインスタで見たのをさ、真似してっていうか、記憶をたどってやったら、なんかあれなんか違うみたいな足が映ってる、何かが違うぞってなってディーラー眠たい眠ってや、今日はハロウィンですけど、なんか実感なさすぎて変な感じ。ハロウィンの実感大丈夫そう？みんなは。寒くないよ、ちゃんと暖房をつけているので。あ、そこ本当はさ、あった、そう、袖もあること忘れてた。これさ、袖ってこれだってなんか、あ、すごい、ちゃんと袖が加わるだけでそれっぽい。うん、いいですね、とっても可愛い全身は、でも下スカート履いてるだけだからあんまりかな。仮装の若者で兵庫公園がやばかった。わかるです、昨日ご飯食べ行ったんですよ。でなんか外出たらっていうか、ソラリアからね、バーって兵庫公園の方出たらめっちゃ人多いし、なんかえっ、ー、と思って。なんかさ、怪我公園封鎖されてるし、びっくりしちゃった。なんだろう、ソラリアの地下になんかめっちゃ可愛い格好した女の子2人組がいて、なんかあ、コンサート行くんかなみたいな、これからコンサート行くからおそろちで可愛い服着てんのかな、え、誰のコンサートだろうって思いながら、歩いてたら仮装してる人がいっぱいいたから、あ、そういうことねって思って全然ただのハロウィンしてる人だったっていう。ハイレグモは編みタイツもないです、残念ながらなんか人すごかった昨日、びっくりした。私はただいつも通りご飯を食べに行っただけなのに、すごい人の波に飲み込まれて、巻き込まれてみたいなそう、リナとさやかとご飯食べに行ったでも帰り道すごい憂鬱でさ、またそこの人の波に鍵かけて行かなきゃいけないのか嫌だなって思いながら歩いてたんだけど、歩いてたら私穴場の道見つけちゃって、なんか商店街みたいなところあるじゃん、新天町のさ、あそこ信じられないぐらい人がいなかったガラーってランウェイかなってぐらい人がいなくて、穴場だよ、なんかパリピな方たちと同じ地域とは思えないぐらいのガラガラさだった。すごく良かった。
なんか、あ、取れた。なんだろうね、あの人は。怖いもの知らずなのかなって思っちゃう。まあって言ってるけど、言ってる人は言ってる人でめっちゃ楽しいんだろうな。早く、なんだろう、そういうの気にせずに行けるようになるといいけど。キャブハロウィンって、まあ、楽しいのは楽しいから。私一回だけ行ったことあるんだよね、キャブハロウィン。あまり興味ない私が、私のハロウィンの話、ちょっと違う話する。何に興味あるんだろうみんなって。今度福岡遊びに行くんですが、おすすめのお店とかありますか？いや、私は行ったことないけど、ラルキー今日すごい並んでました。ラルキーっていう、あの東神町かしら、あれは東神町のあのパスタ屋さん、ペペ玉が有名なんですって。え、めっちゃ取れるんだけど、このこれボタンの大きさに対してボタンを通す穴が大きすぎてすごく取れる。あ、大濠公園か。タワー来たよ。これタワーですか？すごい、こんな可愛いタワーなの今。猫ちゃんですかこれは？猫ちやんですか？でも栗山さんがいつも、え、みゆちゃんがいつも言ってるのなんだっけって言って、ねちこやんねって言って、猫ちやんって間違えちゃうって言ってた。ねちこやん、うらっちさん、ねちこやんタワーありがとう。これさ、耳の前で作るのか、いや後ろで、後ろでいっか、ありがとう。舞を捧げる。ありがとうございます。そう、ちゃんと耳の先まで映してるの。だからちょっと画面が遠くて全然コメントがこっちの画面で見れないの。だからこっちのコメント、こっちの端末で見てるの。ハロウィンのことは、おお、うん、お腹すいた。そう、しれっと何も食べてないんだよね。それは嘘、食べたけど。ずっと今の、今まで寝てて。まあ目の前にあったら食べるよねって。マック行ってきたよ。私も最近マック食べてるよ。夜にマックを食べるというとんでもない罪なことをしてる。なんか2日連続で食べたセットで。やだわ、もう生写真予約したよ、ありがとう。どの生写真だろう。生写真ってさ、月に2枚出てるの？大体2セット。そうなんだ。で、最近までそれ知らなくてさ、
うん、ここ1年ぐらいなんだよね知ったの。あ、月に2セット販売してるんだって。知ったっていうか覚えたかな。私は福袋を予約しました。やった。私のかなそれは。ランダムかな。なんかランダムじゃない、なんか福袋しれっと特典すごくなかった。びっくりしたんだけど。かわいい黒うさぎさん見つけた。見つけられた。新しいうちを作ったから公園で愛ちゃんに見せた。店に来て。やった。うちわは嬉しいよね。うちわというかボードとかそういうの全般。もちろん関さんのですよ。やった。早くない？ねえ、もう福袋の季節ってやばない？ちょっと早いよ、勘弁してほしい。なんかでもあっという間なんだろうな。その10月ってさ、結構ハロウィンで盛り上がるじゃん。盛り上がってないんだけど私的には。今年はね、なんかでも世間はハロウィンで盛り上がって、で12月はクリスマスじゃん。でなんかもう博多駅あれでしょ、ツリーみたいなの立ってるんですよ。私ちょっと行ってないかわかんないんだけど、立ってるって友達から連絡来て、そうなんだって思って。でもさ、そこの間にいる11月ってさ、なんか、まあ、HKT に私はいさせてもらってるしから、なんか、まあ、執念があるなって感じで、結構あの存在感あるって言い方合ってるのかな、存在感あるって思ってるんだけど、なんか普通のなんか何もない人からしたら、なんだ11月ってさ結構地味じゃないけどさ、11月っていりますみたいな感じなんだけどさ、なんかそれがあるのにもかかわらずきっと早いんだろうなって思うから、月日って早いですよねっていう話。BNG はバニーガールの略ですね。略ではないけど略です。カレンダーはどこに行ったのか。カレンダー、カレンダー、あれ自分で選べるやつ、あれ今年ないんだね。今年もあるのかと思ってた。そう、カレンダーといえばね、私なんか数ヶ月前かずっとなんか予定にドラめくりを買うっていうスケジュールがなんか大量に入ってて、1週間ぐらいブワーって一気に。でドラめくり、あそうだって思って、なんかめっちゃ可愛いって思ったんだよね。確かカレンダーなんだけど、ドラえもんの。ドラえもんが最近めっちゃ好きで、めっちゃ好きでっていうかちょっと前からめっちゃ好きで、なんかドラえもん好き。ドラめくり、なんだ、漫画の1ページとともに、これ日めくりなんかな、確か2022でしたっけ。次は試し読み。毎日めくってね。2022年、いいこと、楽しいこと、素晴らしいことがたくさんありますように。そしてみんなが笑顔で過ごせますように。かわいいドラえもん、君が伸びたか、僕ドラえもん、かわいい、ドラめくり欲しい、かわいすぎる。なんかドラえもんのグッズが最近熱いっていう話をしなくてもいいか。カレンダーって意外と
あれだよね、ちょっとコメントが追いつかなくなってるので、ちょっとこっちをさかのぼってそう、ドラえもんのセリフが入ってて、でめくると裏になんか日記みたいな書けるページになってて、いいよねドラえもん可愛いんだよ。なんかね、最近ドラえもんのなんか枕が発売されてて、めっちゃ可愛いの。それが隣にドラえもんがいて、めっちゃ長めの枕で、こっちにドラえもんがいて、こうやって一緒に寝れるの可愛い。でも今月はすでにお金を使いすぎているので、きっと買えないでしょうっていう悲しい持ちで。なんかグッズ、なんかあれない、あった、可愛くないもうすぐこれやりたがる、すぐやるんだから。しかも大してピント合ってないし、可愛い。これを4つ持ってる。あとドラえもんの鏡となんかポーチみたいなやつ。グッチとドラえもんがコラボして服買いたかったら高すぎて買えなかった。確かに高そう。なんかコラボしてたな、そういえばなこと言うと筆たんドラえもんだらけになるかも。期待してまーすそうだよ、お誕生日だよ、みんなもうすぐお誕生日だよ来年も17歳でやらせていただくんですけれども、小僧寿司ってのがあって、ドラえもんの容器に寿司入ってて憧れた。かわいい。コットモットはドラえもんランチだよね。ランランランチ、ラララランチねえ、 HKT とドラえもんのコラボしたい。いいな。そうね、私は新しい声優さん世代ですね。でもあのアラビアナイト、ドラビアナイトかっていうなんか映画があって、それは昔のあれか、日本誕生だっけ、確か日本誕生は昔の声優さんのやつで見てたから顔がドラえもんに似てるってよく言われます。それはさすがに会いに来てほしいんだけど会いに来るというか顔を見せに来てほしい。皆さんはさっさんと T に会ってる？いや、ちょうどね、なんか今日たまたま LINE がめっちゃ盛り上がってるの。さらしいかな、勝手に内容なんかなんか温かいスタバ飲みたいね、わかる。あちってなりながらホカホカしたい。クリスマスの波動を感じる。感じるね。ハロウィンも終わったし、もうクリスマスモードやね。10月マジで一瞬やった。9月も一瞬やった。ほんまそれ、人生怖。今年1年早く過ぎて何も思い出せない。わかる。去年もそうだった。わかる。いつの間にか終えるんだな。怖え怖え。もう来年22歳よ。こわホラーじゃん。バタ倒れてるスタンプねっていう同じような話をしてたもうそう、クリスマスの波動を感じる。本当にワードセンスが面白いよ、この子は、この子たちは
LINE すぎておじさんついていけない。そんな大してみんなはおじさんじゃないでしょ。かわいいな猫タワー、めっちゃそこにウィンって感じでそびえ立ってる。クリスマス早いね本当に。絶対にさやかたちとクリスマスマーケットに行くんだ今年も。ねえドラめくりが欲しい、ドラめくり、ドラめくり。これずっと振ってるの何？キャンディーですか？プール行きたい、温水プールに行きたい私は。それはそう、ドラさんめくり、ドラさんめくりはすごく名案だと思う。パックリではなくオマージュとして、ドラめくりのオマージュとして出すという点もなきにしもあらずって感じで。お久しぶり。今ってさ、ケゴ公園混んでるのかな。ちら中年だけユミミソいるかなあ。ウルード氏だけね、中年って見えたわ。ウルード氏だけユミミソ、ウルード氏だけ夢見そうってどういうこと、どういうことだろう。今六本木から渋谷行ったらドラえもん5人くらいいたよ。やだ、そんなのはドラえもんじゃない、やだ。え、渋谷もさ、渋谷ってどうなってるの。渋谷ってでも道だから封鎖できないよね、どうなってるんだろう。ジャイアンが仮面ライダーの声担当してるの知ってます？知らない。アイナナに、アイナナにいるなんかトーマっていうキャラと同じ声優さんっていうのは知ってる。そうなんだ、仮面ライダー、普通に天神結構いるよ、自分は行ってない。そう、閉鎖はね昨日からしてたんだよ。で、あ、閉鎖してるんだって思いながら見てて、でもその周りにめっちゃ人いっぱいいて大丈夫って思いながら足早に去っていった。ちょっと渋谷調べたいけど画面変えたら、チャリ投げてるピカチュウいる、やば、怖いんだけど。治安どうした？こんばんは。アバターかわいい。クロミちゃんとかあるんだ今。でもさ、今さこんなかわいい格好してるからさ、今なら何でもみんなお願い聞いてくれそうだよね。最低。ハロウィンないなない、かぼちゃが誘ってる。あへ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 あね、に一度のカーニバルハロウィン。反対に聞いてくれそうだ。何でも聞くわよ。優しい世界、野菜生活。福袋を買ってください。私の福袋を買ってほしいな。あ、私の写真何枚入ってるの、めっちゃ入ってるくない？
了解了解ってりょかっこいいそんなあっさり買ったよ。あうれしい。もうじゃあさ、福袋ってもうあれだけなのかな。やばい、今回子供犠牲。何の話？福袋を買ったから子供のクリスマスプレゼントがないよっていう話ですか？いや全身これなんかさ、めっちゃ間に合わせみたいな感じですごく雑だから、できることなら見せたくないんだよね。なんかスカートは生えてるけど、なんか果たしてこの着方でいいのかっていう、とてもじゃないけど人前に見せられない。まだ何か買わす。言い方にすごくトゲを感じた。迫り来るウサギ。なんか私ってカチューシャがねすごく似合わないの。なんか前髪の生え際がここなのね。でもなんだろう、すっごい私おでこが狭いものでなんかこうなるの。前髪綺麗ですね、かわいい。やった、まばたきをするたびに下がってくる。どない？仮面ライダーの敵役。そうっていうカチューシャが全然似合わないっていう話でした。だからなんだっていう話にはなるんですけども。カチューシャ外しながら君が吹いて振り返って、風の中で微笑むだけで誰か何も言えなくなるような思っているのに、チャチャカチューシャ。懐かしい、まさかさんの卒コンでやったね。卒コンだっけ、卒コンかな多分。そうカチューシャ下がりやすい。これあとシンプルに耳が重たいのとっていうのもあると思われる。エビエビエビでエビエビでカチューシャゴー。ああそう、あー手元いない。そうあのね、セーター T シャツねもらったんですよこの間。なんかちょうど販売期間が終わった後に渡されて、あ今ですかって思いながら。そうじゃあめっちゃ可愛かったんだよな、本当に我ながらいいデザインをしたっていう。なんかでも絶対さ実物とかさ、例えばメンバーが着てるのを見てさ、なんだろう、あやっぱ欲しいかもってなってくれる方って絶対いると思うんですよ。だからなんかね、前の
レトロ書店さんでしたっけみたいに、なんか売ってくださるところがあればいいなと思いつつハロウィン出てた。もう一回出してハロウィン、なんかハロウィン出して、星が来てるから星なくなった、口開けた瞬間に星なくなっちゃった確かにね、劇場で売ればいいのに。ちょっと社長さんに言ってみるわ、前田さんに。あ、それいいね。確かにせっかくね劇場あるのに T シャツを売らないで何を売るのすごい、何今の。墓お化けもおる。あ、なんかすごい大量に浮いてる。顔にかぶらせたいな、ほっぺのところに。ね、買いさびれる人はそういうゲームみたいかわいいね、お化けが浮き上がってるやつ。なんかこの色味めっちゃかわいい、なんかミントグリーンみたいなさ、良いですの。ハロウィンってさ、なんかイベントのさ雰囲気の色がかわいい。おおおおおお色味がめっちゃ可愛いからさ、すごい好きすごい成仏してくれメンスのお化けや。ハロウィンってあれでしょ、収穫祭でしょ。あ、すごいいっぱい大量のお化けが、あ、お化け踊りったっけ、生誕 T のデザイン本当は別のデザインにしようとしてた話。ハッピーハッピーハッピーハロウィン、夜明けになって気にさせてくの僕たち二人だけ、ハロウィンナイト。ハロウィンナイトさ、なんかやった記憶あるんだけどさ、何でやったか全然思い出せないんだよね。ハロウィン公演かな。ハロウィン公演なのかな。なんだろう。なんでやろうか。7周年かな。7周年は確かハイテンションやった。それと間違えてるのかなって思ったけど、いや絶対にやった、なんかやったもんやったもん、トトロいるもんみたいな、そんな言い方して。なんだろうね、記憶ってさ本当に儚くてさ、どん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 消えてっちゃうんだよね。まあ、あ、確かにただ恋かもしれない、もしかしたらハロウィンのただ恋説あるな。確かし、ちょっと遡ってみようスケジュール表を。ただ恋があった、10月30日に恋愛中入ってる。ってことはこれなのでは。そっか、一昨年までやってたんか。
恋愛中、恋愛中なんかずっとやってないもんね。チーム公演は一瞬できたけど、何この何このアイライン、もう嫌だ、嫌になるんだけど、何これ、もうハロウィン、そっか、ハロウィンだから許されるよね、神はきっと許してくださる。いや、むしろハロウィン公演ないんだって思ったよね、なんかふと今遡ってみるとさ、あ、ないんだっていう。あ、コウモリは描いてるのよ、よくわかったね、コウモリ描いてるのよ、なんかちょっと不発。見えた、コウモリ見えた、コウモリで合ってるのよ、ええのよ。あ、そうか、振り替えだったからないのか、なるほどね、そうね、コロナさんはね、ちょっと引き際をね、もうちょっと考えて、そろそろもういいのではと思ったり、もう勘弁してください、もう地球のライフはゼロよ、本当に。振り返る前に使い切ってしまったのに、今日は泣いて過ごしました。なんか人ってさ、子供のままでも大人になっても変わらないんだなって思うのが、なんかお小遣い使いすぎて買えないみたいなのを思い出した、それを見て。クルタンからお菓子もらったよ、なんか石のチョコ。2つもらっちゃった、なんか余るかもって言ってたから、じゃあちょうだいって言ったらくれた、やさぴかわいい、こうやって抱えてみんなに配ってたの。愛おしい。7月は回線が調子悪く、今日はちゃんと話せました、よかった。回線悪いとね、なかなか厳しいよね。よかったよかった、今回はちゃんとお話できて。トリックはトリート、トリックはトリート、トリックはトリートメント、いたずらかサラサラの髪か。公演やオンラインでは何度かお見かけしたけど握手したい。確かに握手してたのが夢のよう、本当に。まあでも握手はできないけど、ツーショットは今度撮れるから、ちょっと近めの距離で撮れることを期待している私は。ね、みゆさんにお下がりたくさん可愛い服もらってくれた、めっちゃ着てる、喜んでる、え、嬉しい。よかった、あげがいがある。クルタンは可愛いよね、ずっとめでていたい。今回の改善は優秀でした、よかったよかった、の割に外であんなに回線優秀なことあるんだね。なんか外で大体ボソボソのイメージするけど、それ私の携帯がポンコツなだけ。髪の毛にいたずらしたらファンが泣いちゃうよ、どうしようかな。虹色にしちゃうかな。
あ、でもバニーガールって絶対でもさ、今思ったけど黒髪が似合うよね。黒髪のアイドルはみんなバニーガールのコスプレをするべし。あ、でも茶髪、あ、まあでも茶髪だとちょっとなんか悪くはないけど、黒髪が一番バニーガールが似合う説。あら、バニーちゃん、まあ、やあやあ、え、バニーガールですけど、なんだと思って今まで見てたの？いつ来たのかわからないけれど、バニーガールだよ。にゃん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 。ウサギってなんて鳴くの？ミュンミュンと鳴いてもいいですか？ウサギの鳴き声で検索。鳴き声。子供の叫び声みたい。ちょっと無理。そう、尻尾にね白いポンポンはあるんですけど、つけてないです。安全ピンだから、もうこんなんで座ったらお尻に刺さっちゃうよ。痛いよ、トラウマ再び。制服の目公園でさ、着替え間に合わなくて安全ピンが引っかかって背中に深々と刺さったっていうトラウマがあるから、もうちょっと安全ピンに背中を取られることはもう二度とないようにしたいの、私は。成田空港着きました。あら、あらあら。痛かった。すごく痛かった、本当に。しかも出とちったしね。そう、万華鏡かなんかの着替えで、なんかそう、万華鏡の着替えで、その次のジェラシーの衣装がなんかみんな出て行ったのに、一人だけ学園ポツンって残されて、衣装さんと、ああごめんねって言いながら、こう抜く時絶叫、痛いって絶叫した。懐かしい。そう、安全ピンは二度と安全ピンって名乗らないでほしい、本当に。どの面を下げて安全ピンと名乗っているのっていう風に言いたかった、その日は。病院は行ってないよ、普通になんか刺さっただけだから、まあいいでしょうっていう。私初公演デッドチったっけ。もうね、私初日公演の記憶がなさすぎて、記憶から消したいの、なるべく。安全自体が安全じゃないし。いや、本当に言葉って難しいですね。すごいでかいカボチャ、これもしかしてタワーなのでは。
なんかすごい重厚感。もう一回ウサギの悲鳴聞いとく。しばし待たれよ。コメント欄をね開くんですよ今から。愛の歌を歌おう。寝てほしいんだ。うまくはないけど。胸の舐めるよ。HKT 超絶おじさん。かぼちゃ。猫タワーありがとう。かぼちゃ猫タワーってすごい情報量が多い。なんかってなる。かぼちゃ猫あってなる。ありがとうありがとう。キラーンキラーンっていうあの効果音を聞くことももうないのか。よかよかが終わっちゃったから。昨日もつ鍋から焼肉へと暴挙に。いいなぁ、私ももつ鍋からの焼肉食べたいなぁ。キラーン。キャベツが最高かよ。いやこのレースめちゃくちゃセクシーじゃない。いややっぱなんか透けて見えてるぐらいがちょうどいいんだよね。物って多分ちょうどいいっていうか一番おおってなる。そうは思わないか皆の衆。愛の疑いを聞かせて公開中。あそれなんか映画館のあの上映スケジュール見た時におよよよよって思った。完全に同意。すごくコメント欄が肯定の世界で、まあそうだよなっていう。そうチラ見せがいいんだよね結局は。私もそう思います。バニーなんすよ。むしろ他に 何に見える。これが猫に見えますか。見えなくもないかな。めちゃくちゃ耳が長い猫。それはもはやウサギでいいのでは。そうバニーなんすよ今日は。ハロウィンながら普通にこの服装可愛すぎてハロウィン以外でも着たい気がする。ワイのハニーやん。いつからワイのハニーだと錯覚していた。しっぽ。なんだっけナウシカのさ肩に乗ってるあの動物。怖くないよ。全然乗らない。ちょっと怖くないよ。いた。ほら怯えてたな。
怯えてただけなんだよね。怖くないよ。あ、トト？テト？キキ？ララ？ララ？怖くないよ。真っ白白すけ、あ、落ちた。確かに真っ白白すけではある。映り込む白い物体。投げた手が見えちゃった。何今の。白いのが画面に映ってる。怖いわ。あ、あ、やばいやばいやばい。めでてる。なんか降ってきた。粉雪。ねえ、心までしろ染められた。あ、今日無限列車じゃん。見なきゃ。うん、じゃあマジシャンするね。今からこのボールを消したいと思います。奇跡をご覧あれ。3、2、1。あ、そっか、選挙でないのか。あ、そうだそうだ、今日がその日やん。あーあー、先週の身を。まっすぐさん落ちてデザイン。あ、ちょっとちょ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 、もうボサボサなんすよ。もうボサボサなんすよ。確かに何分からしてるっけ。16分か。ちょっと25分ぐらいまでしようかな。10時25分までします。今日は煉獄さんはやらないということで、先週の見て早めに寝ます。ちょっとめちゃくちゃ落ちてくる。夜行性のミュンさんが寝ると。最近なんか肌が弱すぎて、ちゃんと規則正しい生活をしなければと思うようになったんですよ。ちょっと頑張ってるんだけど一応。ミュンはグラビアやらないの？
私ずっとやりたいって言ってるよ。この間も前田さんにめちゃくちゃしたいですって言ったよ。めちゃくちゃ前も言ったよ。襟のリボン全部セットです。セット売りです。走なんか言ったか言ってないか覚えてない。この間さ水着の試着しに行ったって言ったじゃないですか。言った気がするな。これ言った気がする。そう水着の試着をしに行って、そうすごくなんか似合ってたので、自分で言うけど似合ってたので本当にグラビアをさせていただきたいですってめっちゃ言った前田さんに。そうクリナリナに写メ送ったやつ。ねえ聞いて、さっきね寝てたんよ。でパッと起きて、あストーリー見ようって思ってめっちゃストーリー見てたら、なんかうわなんかなんか見たことある服あるなって思ってたら、なんかリナと服が被ってたのまた。もうね服被りすぎ問題どうにかしてほしい栗山さんと。なんか欲しいって思ったスカートがあって、でちょっと今度買おうかなって思ってワクワクしてたら、なんかその次の日ぐらいにリナが買ってて、なんか着てきてて、あらそれ欲しいって思ったやつだって思って、結局そのスカートちょっと被るの嫌で買うの諦めたんだけど、欲しかった色自体は色違いだったから別にいいけど、かぶってしまうなって思ってちょっといいやってなって、なった矢先にかぶってた、かぶせられた、かぶせられたって。もう言い方めちゃくちゃ悪いね、すごい嫌だ。そうかぶっててびっくりしたっていう話。なんか系統をね、服の系統を変えたいって思ってさ、今めっちゃ頑張ってクローゼット片付けてるんだけどさ、今結構なんかゴミ袋2袋分ぐらいは開けたのね。でもまだまだ服が多くて、どうしたもんかねって思って。そう服ってさ減らないよね、なかなか。なんか特にさ、なんか前、今はそうでもないけど前衝動買いがめちゃくちゃ多くてさ、まあ、だから貯金できなかったんだろうなって思うんだけど、今思えばすごい衝動買い多くて。でもそれで増えた服を頑張っていとこにあげたり、ご期生にあげたり、雑巾にしたりしてね。思ったんだけどさ、 T シャツのさ処分ってめっちゃ困らない？なんか私T シャツは、まあ、レッスン着とかで使うからいいやって思ってすぐ買っちゃうの T シャツを。でも T シャツって困るよね処分に。なんか捨てるのもちょっと心が痛いし、なんでもなーみたいな。でも雑巾にするにもさ、ちょっと切ってる時心苦しいじゃん、はぁって思って困ってる今。でさ特にさ、なんだろう、まあレッスン着、レッスン着用でさ、まあ、普通に買った T シャツとかならまだまあまだ、まあ、処分できるなって感じなんだけどさ、なんか例えばその
生誕のやつでいただいたやつとか、自分がデザインした生誕ティーとかさ、もうでも処分できるわけないじゃん、そんなさ思い出深いものも。だからもうどん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 増えていくわけ。わあどうしようって思いながら多分ずっと着続けるんだろうなって思って。えた、ちょ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 難しいよね。メルカリには絶対売らないべ。そう大事だよね、なんかそういうの。待って聞いてください。そう、そのこの間掃除してたら、なんと初期のドラさん T シャツが出てきたんですよ。やばーって思って、てかこんな緑深かったっけって思いながら洗濯した。多分いつか着ると思う、ショールームで着てると思う。家族にあげる、あげたわ。あの9周年の T シャツをね、あのはいこれあげるよってパパンにあげたら仕事場に着ていってた。マジでやめてほしい。気まずい。旦那さんの T シャツあげないよ。あれだけは誰にもあげない。あれは私のだもん。プラさん T シャツまだ持ってるよ、最高やん。いや本当に仕事場に来てくなって思ってどう、なんちゅう父親やって思って。なら宮野ください、ちょっと T シャツを飛ばして私っていう。街で見かけたらパパなのかオタなのか悩みです。悩まないで、多分ね私のトーンはね引きこもりだから。引きこもりではないのか、引きこもりではないけど、多分みんながいるようなところには絶対にいないと思う。ドラニ T シャツ、ドラニ T シャツ見たことないかも。どんなのだろう。あでも T シャツってさ、何本あっても困らんからさ、いっぱい買っちゃうよねっていう。頭から離れん。なんていうか、クライベイビーだっけこの曲名。東京リベンジャーズのオープニング、なんかこの間 YouTube にマイキーが歌ってる、マイキーっていうかマイキーの声優さんなんだけど、まあマイキーなんだけど、マイキーが歌ってるやつが上がってて、それの歌声が好きすぎてなんかずっと聴いてるの。なんかすごいなって思って、キャラの、待って尻尾がどっかに行きました、最悪。ああポンポン遊んでたら落としてどっかに行っちゃった。もう旅立ちの日だね、さようなら。汚いの、なんだこれ、何これ。なんかソファーの下に転がってっちゃった。マイキーってなんであんな強いんだろうね。なんかいるよね、ああいうチートキャラ。あの全然呪術廻戦は履修してないけど、呪術廻戦でいう五条さんみたいなさ。あ、ほんと25分過ぎてる。あ、じゃあちょっとランキングとギフトをくださった方の名前をね読んでいきたいと思います。マイキーめっちゃ人気だよね。
昨日歩いてたらドラケンいたよドラケンの特攻服着てる人がいた。なんか目の前から歩いてて、あーマイキーかなーって思いながら通り過ぎた瞬間チラッて見たらね、副総長って書いてあって、あドラケンだっていうまあそんな話はいいとして、ちょっとあれです、ギフトから下から読んでいきたいと思います。ちょっとお名前だけでじゅんちゃん、あとくりなおしさん、とビーバップ団長、パンケーキマンションさんとゆっくんさん、しゅうさん、ゆたかさん、たくさん、うらっちさん、たもちゃんさん、かずあと北海道さん、たけさん、あと高速ミュンゴーさん、とくーさんさん、トン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 、ゆうと、あとくるみたいさん、じゅんなゆなさん、としろうさん、とあとはタワーを投げてくださった方が2名いて、うらっちさん、なんか水色の猫タワー改めてありがとうございます。タワー、あーもうと、あともう1名、あいた、HKT 超絶おじさんがかぼちゃの猫タワーありがとうございます。かぼちゃの猫タワーってなんかさっきも言ったけど、本当に情報量が多すぎてありがとうニョッキニョッキということで、壇上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 よし、読んでいきたいと思います。13位エイメイさん、ありがとうございます。12位クーさん、ありがとうございます。11位シュー、あとドラミシカカタンさん、ありがとうございます。10位ユックンさん、ありがとうございます。9位ユタカさん、ありがとうございます。8位ビーバップ団長、パンケーキマンションさん、ありがとうございます。8位エリカ、あとマカオさん、ありがとうございます。6位タケさん、あと高速ミンゴーさん、ありがとうございます。5位ユウト、あとクルミタイさん、ありがとうございます。クルミタイありがとうございます。4位タモちゃんさん、ありがとうございます。なんか変わったね今ねとしろうさん、あでもそんなに変わってない、もしかして、うんとしろうさん、おいとしろうさん、ありがとうございます。4位たもちゃんさん、ありがとうございます。3位たくさん、ありがとうございます。2位うらっちさん、ありがとうございます。1位 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。あすごいいい音出ちゃった。ポッ、ハロウィン配信ありがとう、こちらこそ見ていただいてありがとうございますあ確かにメール終わったね、気づかなかったではでは今日はここまでということで、見てくれてありがとうございました、フォローしました、ありがとう、うれぴっぴではでは私は寝たいと思いますトリックアトリートということで、良い夢を、じゃあねー、ハッピーハロウィン、バイバイ。